STR。 56g、 11g ですね。今回はワイヤレスなので狭い方ですね。こっちの黒い方を使います。こういう感じかな。で、まあ、ホース、ブレーキホース2本取るから、これはここで OK。これなんかネジのこの六角の頭もそうなんですけど、なんかちょっと品質が悪いんでね、これ交換した方がいいかなと思うんで、ちょっと外してサイズだけ一応測っておきましょうか。今この元々ついてる白いグリスを落としてるんですけど、新品なのにかかわらず、これもうネジ山がちょっとシルバーになっちゃったの分かりますかね。これおそらくね、多分あの電動工具でねつけたんじゃないかな最初、だからこうなっちゃうんですよね。 OK。ね、ここはねスレッドコンパウンドでいいと思います。
これはめるときにこういう風にほらローターでここって結構出っ張ってるからフレームのここ当たりやすいんですよ。つけるときにこうやってはめるときに結構ギリギリなとこなんですよ、これが。だからね、新車の場合とか、まあ新車じゃなくてもここのちょうどね見えるかな、この隙間のところ、この台座ら辺にね、保護テープを貼っとくといいと思います。なので貼ります。はい、こっちだ。こいつをベースにまた作りますか。半分に切ってこう斜めにすればいいや。ここでしょ。ここ半分に切っちゃうと、でこういう角があるとそこからねめくりやすくなっちゃうんで、こういう角はすべてこうやって角取りをするんですよ。側カットだね。で、こいいですね。仮止めね、仮止め。よし。まあ、リアほどじゃないんですけど、ここにね、まあ、すごい斜めにすると当たりそうになるんで、一応フロントにも貼っておきましょうか。うん、同じように。ちょっと出しをします。はい。これでいいんじゃないかな。見ても分かんないですね、透明なんで。これでね、ちょっとはめるときにここに当たっても、ここも完全に保護されてますから、ね、大丈夫です。はい、少しねパーツを両面テープで貼るっていうので、このね後ろ側もしっかりねそのテープなるべく、ね、接着力が上がるように脱脂をしておきましょう。でこれですね、これを今両面テープ剥がしたので、これを貼っていく感じですね、後ろから。そうするとこっちの方に、ね、受けのこのナットのね顔が出てくるっていうような感じです。六角レンチに刺してでもう貫通させちゃう。これでもう落ちることないですか。このままスーッと滑らせていって、これをちょうどいいね角度に合わせて綺麗にかっこよくつくように角度を合わせて、これでまっすぐになったかな。どうですか、これまっすぐになってますか。はい、これで貼ります。これを次に刺していくんですけど、まあ、ここはスレッドコンバインダーで塗っていきましょうか。でこれもねこうやってバシャーガシャーって落っこっちゃう可能性がありますんで、ここからも六角を入れてこういう状態にしてつけて誘導してあげるようにしてあげる。そうすると落ちることとかないですから、こういうパーツはね特にそういう風に作業してあげるとより確実ですね。はい、でサドルの仮付けです。でこれね、ヤグラがリッチータイプのやつなんですけども、サドルのレールの精度がねいいと本当にこうやってちょっと緩めても綺麗に動くようになるんですよ。でサドルのレールの精度が悪いとこの動きがね渋くなったりとかしてね、一気にこの横止めタイプのね調整のがしにくくなるっていうのがあるんですけどね、これはね運よくねいいやつでした。このプロロゴのねサドルの精度が良かったです。
で最初ざっくりなんで、その乗る人のね高さに合わせますと700ぐらいなんで、これぐらいにしときましょう。で問題が発生したんですけど、このハンドルバーの、ここのハンドルバーのこの中からこういうふうにホースが通ってこっちに出てくるんですけれども、やっぱりねこれをこのコラムの丸いところに合わせるとですね、これ通らないと。一応ねこのフォークを持ってきたので、このコラムを通してみますけど、通してこれにつくようにつけると。そうするとね、見えますかね、これ隙間も全然ホースが通るね、もう余裕はないので、この通るようにこのパーツをね、こうした方がこのパーツのここを加工しないといけないんですね。でこのパーツもねこんな風に厚みがあるので、まあ、まずはこのハンドルバーに近いこっち側を削って通るかどうか、でそれでも通らなかったら下の方に広げていくというか、まっすぐ穴を開けていくような感じですね。はい、はい、でこれひっくり返してねセットしました。でどこ削るかって大体ね、あの印つけておきましょう。まあここら辺ですね、ここら辺、ここら辺、ここの前の部分ね、とりあえずこれぐらい削っておきましょうか。この部分これぐらいかな。これで一回見てみましょうか。ちょっとこれでもう一回ねチェックしてみます。少し削ったんですけど、お、通った、通るようになりましたね。反対側どうかな、うん、通るようになりましたね。ただですね、実際はこの後にここの金属のパーツもつきますので、それもチェックしましょう。で実際はこのパーツもこういう風につきますので、こっちもねギリギリなんで、これで通るかどうかっていうのは大事です。あ、これだと通らないかな、まだこれだとね、あ、これだと通らない、これだと通らないですね。これがないとギリギリ通るんですけど、もうちょっとやっぱり削らないとダメですね。ここまでやっぱり広げて削らないと厳しそうですね。はい、じゃあまっすぐ削っていきましょう。いい感じじゃないかな、いい感じに削れてきましたね。よし、もういい感じに削れてる。じゃあこのね反対側のバリをちょっと削りましょうか。どうですか、まあそこそこ綺麗に削れてるんではないでしょうか。これね明らかにもうこの時点で結構ね、なんかハンドルの穴が大きくなったなっていう、ハンドルの穴っていうかハンドルにまでの穴が大きくなったなって感じなんで、これで通るかもう一回チェックしてみます。あ、もうこれで通るな。こっちはちょっと少しずれてますけど、まあ通りますね。さっき全く通らなかったんで、で反対側どうか、まあ、これもね超正確な位置ではないんですけどね。あ、通る通る通りますね。はい、通りますね。ただねこれでも、もうこのねやり方でギリギリ通るぐらいなんで、実際つけたらね多分これほど綺麗にカーブはいかないんで、もうちょっと削りましょう。はい、ここら辺とかもねやっぱ加工してるんでね、加工した状態がすごい分かりやすいとね、かっこ悪いんで、まあ、見えないところではあるんですけど、まあね、僕はねなるべくかっこよくね作りたいんで、ね、しっかり処理していきたいと思います。ここねもうちょっとやっぱり綺麗に仕上げたいんで、紙やすり使って綺麗に仕上げていきますと。よし、ちょっと次はねまた番手の違うやすりを使って仕上げていきます。よく組みたいからね。さあこれでどうかな、多分大丈夫だと思うけどな、さっきよりは絶対入るはず。
スムーズに入るさっきより全然。こっち側は全然スムーズに入る。 OK っていうことで、まあ、結構削りましたけど、まあ、大体予想通りで済みました。こんな感じでね、ここは取り付けできたんですけども、次の問題が発生しまして、これこのハンドルバー、この薄でこれを締めるとこう膨らんでってコラムにねプレッシャーをかけて止めるっていうタイプなんですよ。なんですけれども、このようにですねコラムにはめてみますと、ちょっと見やすいようにちょっとずらしますけど、こんな感じですね。こんな感じでここから、六角レンチでこの銀色のボルトにアクセスして固定できるようになっているんですけれども、もちろんね、ステムの固定はこれでいいんですけれども、ヘッドのガタを取るのにこのプレッシャーをかけないといけないんですよ。でプレッシャーをかけるときにこのステムがこの特殊なね形をした、トップキャップになるんですけども、これをつけてここのボルトでプレッシャーをかけますと。でその後にステム固定しようと思ったら、あれ？ここのシルバーのボルトにアクセスできないっていう状況になるんですね。でこっちじゃ締めた後にプレッシャーって言ったら、ここ締めちゃったらプレッシャーかけるためにステムが上下で動かないので、順番も逆だし機能的にも機能しないような感じになってしまうんですよ。ですのでここにですね穴を開けてプレッシャーをかけた後にこのステムが締められるように改造しないといけないと思います。このヘッドのプレッシャーかけながら、まあ、固定をするっていう方法もあるんですけども、ちょっとそれでねやってみたいと思います。今こうやってプレッシャーかけるとね、ここの上のキャップは動かないようになります。ウソを締めてってこのプレッシャーがどうなるかですね。こればっかりはね締めると上に行くものと下に行くものあるんですよ。なのでもうそれはね、まあ、個体差というかものによって変わってきます。でこれでプレッシャーが強くなる場合もあれば弱くなる場合もあります。あ、弱くなっちゃったなこれという感じで、これは固定したら逆にステムがちょっと上に行くようなね、押さえつけながら やってみたとしても上に行くような感じになっているので、なおさらねプレッシャーアンカーが必要になってくるものだと思います。ここのねキャップに穴を開けて、ね、両方うまく使えるようにするっていうのがこの自転車の、まあ、ベストなんじゃないかなと思います。ということでここに穴を開ける作業をしていきたいと思います。これですね、まあ別にねここを先に閉めてから後からここだけね蓋をするっていうような感じでも、まあ、できなくはないと思うんですけども、まあ、構造的にそれってまあおかしなことになってしまうので、まあ、本当に、ね、ここに穴を開けるだけ、まあ、この強度の特別必要ないところに穴を開けるだけでその構造的な都合が悪いことを解消できるので、そのお客さんと話してここに穴を開けることにしました。でまずねやり方なんですけども、こう当てた時に綺麗にねこの本当に必要なところに穴を開けたいんですよ。なのでまずここを動かないようにテープでこういう風にね固定をしたいと思います。こんな感じで、ね、でちょっと中にねもっとこのままこの穴からアクセスしてやってもいいんですけども、もうちょっとね安定するようにこいつをもともとついてくるこのパーツをね使ってやりたいと思います。これねボルト抜いちゃえばいいね。ボルト抜いちゃって、でこれをねガイド代わりに、入れて、でまっすぐ当ててみたいと思います。これもねある程度もつなげちゃうと、こんな感じでね、まあ、軽くでいいんです。ここは軽くばらけなければ OK です。でこれでよいしょ、こんな感じですね。ここにも固定をします。軽くですね、こんな感じで、はい、でこの押さえた状態でここからねアクセスしてこの当たるところで、穴を開けるという感じになっております。じゃあどうやって、そこにね印をつけるかっていうと、これも同じようにマスキングテープを使用して、どうするかっていうとこの裏らへん当たりそうなところにマスキングテープこうやって貼っておくんですよ。でよいしょ、こうやって戻すと、で、こういう状態にすると、でよいしょ、これねコラムの方がいいかな、よりブレないためにちょっとコラムをね刺しておきます。コラムを刺しておいてこの状態ね、この状態でトップキャップもこうずれてない確認した状態でですね、この状態で上からちょっとこうやってクッと刺して、ちょっと先端にこう印をつけます。そうするとめくった先でこんな感じで
印がつきますので、ここに穴を開けます。はい、でこれ穴を開けました。こんな感じですね。どうでしょうか。結構ねキワキワでちょっと難しかったんですけど、でこれねなんかちょっとセンターとずれてるんじゃないかなって、思うかもしれないんですけど、やっぱりねこのまあハンドルとかのね制動の都合でね、そこがねちょうど穴の位置となりました。で一応それも確かめてみます。コラムに刺してこのウスを刺して、これぐらいの高さになるかな実際。でこういう蓋をすると、はい、これで見ていただくと分かるんですけども、ちょうどど真ん中になってますね。でこんな感じで、工具もねギリギリアクセスできる、多少の角度つけても大丈夫なぐらいの、大きさに加工しました。こんな感じですね。見えますかね、このちょうどいい 4mm のアーレン機がちょうどよく入る隙間になりました。もちろんこれで締めたら、固定もできますので、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。やっぱりこのハンドルステムなんですけども、この薄型になっていて、例えばこの薄がなんか締めた時に ここの真ん中の部分が飛び出てコラムに固定するんですけれども、その時になんか下側にね動くように、薄がなってるとかっていうのであれば、もうこれだけで下にヘッドにプレッシャーをかけながらステムの固定もできるっていう風になるんですけど、特別そういう感じではなさそうなんですよね。なのでやっぱりこっちの真ん中の穴を使ってプレッシャーアンカーでヘッドに圧をかけてこっちで固定するっていうような感じなんですよね。そもそも、ね、そういう構造になってたらプレッシャーアンカーも付属してこないし、プレッシャーアンカー用のね真ん中の穴っていうのもないはずなんですよ。なのでねやっぱりこれこっからアクセスできるっていうのが大事になってくるのかなと思います。で裏側はねここ穴が開いてるんですよ。でこっちから締められればいいんですけど、これもう無理ですよね、はい、もうこう逃したとしても無理ですね、はい、昔みたいにヘッドチューブがねすごい細いとかコラムスペースはいっぱい積んでてここに六角アクセスできるんだったら固定はできますけど、まあそうじゃないと。で何よりも不便ですので、ここのトップキャップに穴を開けてアクセスできるようにしました。でこの構造ね昔からやってる人だったら見たことあるかもしれないんですけども、昔 ITM のウニカステムっていうのがあって、それがもう完全にこのキャップがもうステムと一体型になってるような感じで、まあちょっと写真あったらそれ見えるようにしますけどっていう感じになってて、で同じねここの真ん中からパーツのベアリングにプレッシャーをかけてこっちで固定する感じでできるんですね。なのでそれと同じような感じにしました。このね薄だけで固定力大丈夫なのかって思うかもしれないんですけれども、そもそもですねこのステムスタックハイドが高いので、まあ、コラムとかに触れる面積が広いっていうのと、見ていただくと分かるんですけども、ステムの内側コラムに触れる部分に穴が開いてないんですよね。なのでもうそもそもコラムに触れてる面積が普通のステムよりもはるかに大きいと、接触してる面積が。なので固定力はねこれ一つでも問題ないんじゃないかなと思います。まあ自分の使ってるステムとか見ていただくと分かるんですけども、この裏側を見ると全然コラムに接触してないんですよね。特に最近のやつは肉抜きがかなりされているので、それと比べてもこれ背も高くて触れてる部分も大きいので、この薄1本でも固定力は全然十分だと思います。はい、でコラムカットなんですけど、ここでね印をつけていきます。でこれね、まあ、毛掛け針とかでもいいんですけども、実際コラムカットするときにねこっちの白い方が見えやすいっていうので、まあ間違いがないのでこっちで毛掛けプラスこの白線でいきます。どっちにしろコラムカットって一発であまりやらないので、もう切りすぎてしまったら終わるので、まあ、どちらにしてもちょっと厚いところから始めて徐々に短くしていくっていう方法を僕は取ります。まあこういう白はね全然後で汚れ落としでね綺麗に落ちるので、はい、こんな感じで印をつけました。はい、でスタンドにフロントフォークをセットしました。でこれもねちゃんとしたねバイスとか使った方がいいんですけど、まあカーボンのねコラムでなので、別にこのメンテナンススタンドでもできます。で続いてねこの総ガイドを入れていくんですけども、まあここで白いペンで書きましたけど、普通にねこうやって傷つけてやると見えるかな、こんな感じでねあまりね見にくいんですよ、どこで切ってるかっていう。っていうので、まあさっきね説明した通り僕は白いペンを使ってます。まあもちろんねこっちでやる場合もありますよ。ほらめちゃめちゃこれで、まあ多少暗いところとかでも、ここ照明使ってるんで、まあ結構見やすいと思うんですけど、まあ普通の作業場でね、あまりそういう環境がね、良くない場合は見にくくなると思うので、まあこういうペンを使うことをお勧めします。
で続いてなんですけども、これコラム切るとね、やっぱりカーボンの粉とかまったりとかね、いろんなとこ入ってきます。なのでね、この濡れたね、ウエスっていうのをこのコラムの中に入れておきます。切るところよりも奥ですね。そうすることによって切った後に引き抜くことで、このフォーク内にはね、あの粉が入らないっていうような状態になります。これでね、だいたい準備は OK です。で他にね、他にもなんか床に落としたくないとかっていう場合は、ここら辺にもね、なんか布切れでも置いとくといいです。僕はもうここね、作業場として使ってるんで全然ここで大丈夫なんですけど、はい、でこれで切っていきます。でこれね、カーボン用の刃っていうのがあるんですけど、僕はね、あのカーボン用の刃はあまり使わないです。さあ切っていきましょう。はい、でここあの完全に一方向から切るとカーボンね、裂けてしまうんで、このギリギリに9割ぐらい切ったところで1回止めます。でどうしていくかっていうと、このねクランプを緩めて、このクランプとこのガイドを、ピタピタにするんですね。でこの状態でフォークを少し回して、でこのガイドを当てた状態でこのまま回すと、切ってるところ同じになりつつ、これでちょうど反対側に行ったので、反対側からも刃を当てていきます。まずは一通りね、刃が当たってないところから当てると、でこのまま切ります。はい、でこのままコラムをね、下に向けて総ガイド外しちゃいます。でさっきのですね、この布を出していくと、そのまま引っ張っても、ね、全体的な粉をすくえないので、こう回しながら、ね、外していくという感じです。ただですね、これ後で安いかけるので一回ね、ちょっとここら辺に 戻しておきますけど、外すときはそんな感じですね、はい、ちょっとね見やすいように軽くヤスリでね、バリをね外していきます。わかりますかね、これもうあの一瞬見てもささくれてるところとかないんですよ、ほつれるところは。こことかもね、ほら見てないでしょ、こんな感じです。なので、まあ、カーボン切るときは片側じゃなくて一周全部に、まあ、傷をつけてやるっていう方がこういう風に綺麗に仕上がります。なんでね、そうすれば別にここにね、あのボンドとかつける必要も全くないんです。で続いてね、あのこのフロントフォークのコラム部分の、切れたところですね、ここを、まあ、なるべくまっすぐカット、したいということで、それのガイドの、これ僕このステムはもう綺麗にまっすぐカットされてるステムなんですけど、それを使ってこういう風にまっすぐ切れてるかっていうのをチェックします。まあ、あの見ていただくと分かる通り、もう僕はフリーハンドでこれぐらい、まあ、大体まっすぐにできるので、まあ、ほとんどヤスリをかける必要はないと思うんですけど、まあ、ここからさらに、ね、精度を上げていきたいと思います。でこのセットなんですけど、まあ、あの一番低いところに合わせてセットします。一番低いところ、まあ本当にほとんどまっすぐなので、まあ、余裕を持っているのでマイナス1ミリぐらいのところでちょうどよくなるはずなんですよね。なんでわざとこれぐらいかな、1ミリぐらい出してここから削っていきます。でこれだとはね、内側と外側ちょっとずつ削っていきます。もう本当に、ね、軽く軽くでいいです。このステム取りますね。はい、ステム取ります。はい、これはね本当にカットのコラムまっすぐにする用ステムなので、もう役は終わりました。で最後ね、こっちの外側、こっちもね軽くだけ削っていきます。OK かな。
で、このね最後は中に入ってるですね、このね、さっきね水に染み込ませたウエスを取っていきます。はい、でこれなんですけどね、このまま引っ張ると触れてないところのね、あの粉は取れないので、ちょっとこうやってね回しながら取ると、しっかりね内側のところは全部取れるかと思います。はい、で外側もね拭いちゃいましょう。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでね、切って、ヤスリをねかけました。で もちろんね、あのもうここにあのウエス入れてたんで、あの粉も入ってないんで、このままもうつけられます。はい、こんな感じでね、切ったのでちょっと合わせてみます。はい、そうするとね、はい、見ていただく通り、これだいたいぴったりに削れてるわけなんですけども、まあねマイナス1ミリぐらいしないといけないので、ここからねさらにちょっとヤスリで削っていきたいと思います。はい、でねちょっとペンで印つけたので、まあ、これぐらい削ればいいかなと思います。ちょっとヤスリだと大変だったんで、普通にね刃で切りました。はい、じゃあ、またね少し短くしたのでこれで見てみましょう。お、どうでしょうか。ちょうどぴったりな感じですね。はい、これで OK です。よいしょ。で、ここら辺のパーツをねつけていくと、キュッと。でまずこのキャップでですね、これで、プレッシャーをかけていきますと。OK ですね。で見ての通り、ここの穴もやっぱり位置はかなりよくできました。で六角当ててもねちょうど当たらないぐらいの大きさで削れてるんで、まあよくできたんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次に行きましょう。